今日はその、アワビを、今日アワビとこの日本酒とね、それから米、これも伊勢市から今炊きたてなんですけど、それを、神々と、これ神、神としてとの共演、神と人がご一緒、お食事をご一緒してね、共にその、未来を語る、約束するっていう、そういう宴を今日やってみたいと思います。大体生で食えるものがほとんどで、最初は、引用のない世界から始まるんですけども、引用が始まるのは、雨の水中の石から後に分かれる段階ね。これが、高み結びの神と神結びの神に分かれる瞬間、ここでその引用が生じて、そして我々の、夕日とか朝日とかね、相対するものがセットで、起こる世界が私たちの中で生じてるんですけども、それを、神社ではそれを象徴して、その出雲では出雲大社のご祭神にはアワビを、あと和の火ですね、あと和の言霊を象徴してアワビの大きな貝を置いてあります。それから、伊勢神宮でも普段の天照様のお食事はアワビです。それを取るのは後にはあ、富士山が見えてきましたね。片を乗りにとどまり、なされるがままの大原へ乗りとごとも、いよいよ天津へ大乗りとごと取り行うもの。平成22年9月14日、銀暦8日7日に現れるを諸々の神々に知らせまおし。天津一乗りとの天照大御神を頼み、佐野の御子と月読みの御子とも共に、大乗りと本部のもとに起動しませば、本日平成22年8月29日、陰暦海月20日を境にまず先駆け、この日のもとに言霊の幸いを取り戻し、以下、同性、自主独立の神前未来、社会が蘇る喜びを先取りして、ここに神人の共演の栄誉に預かれますこと誠に嬉しく、今宵神域に集いし、宝典言霊三十三神名役の天津日もろぎ一同天命に沿って利他不等生のよう、実現してまいりますこと、かしこみかしこみ申す。ひとふたみよういつぬななやここのおかり、ひとふたみよういつぬななやここのおかり、あいえおうん、あいえおうん、あーたかまらなやさ、たかまらかなやさ、たかまThank you.
どうぞこの榊を皆様それぞれここにありますお供えして、捧げ物をご相伴に預かります。はい。